重です。8期生で今プロスノーボーダーで活動しています。やっぱ山だとこういろんな雪も違うし景色も違うし、なんか斜面の角度の斜面の大きさとかも、まあ、あと違うし、まあ、ご飯とかも違うし人も違うし、なんかそういうのが自分の一個楽しみです。違いを楽しむっていうか、昔なんか自分のやることが決まってて自分の滑りをそこで出すって感じだったんですけど、今はそこに合わせた滑りをするというか、それが今楽しいですね。